貼るところを動画に撮ろうかなって、うん、でやけんカメラ回してるってことで、いやーいやー、オッケー、あとは待ちですね。というわけでおはようございます。おはようございます。本日は SSTR2022 ということで、私は SSTR2 回目、若さんは初めて、この人はなぜかゼッケンがない。そのバイザーやめろ。申し込みに、出遅れた人間が約1名ついてくるということで、一応動画上は、このスタートしたところとかチェックポイントのところぐらいしかちょっとバッテリーとか容量の節約上や取らないんで、まあ、ちょっといろいろ途切れ途切れにはなるんですけど、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はーい、 STSTR 開始、うい、頑張りましょう。こんにちは。みんな全血いっとる。おーす、おーす、こんにちは、こんにちは。4時半ぞまだ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。うぃーす、わー、朝焼け、やっほーい。お、マジでなんか普通のスクーターですら SSTR 参加者に見えてくる。そう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 、おばちゃんに今日やえするかもしれない、間違って。うわ、見てください、太陽、太陽出てます。クソうるせえ。ちょっと待って、隣の方も SST あるよ。こんにちは、こんにちは。左斜め後ろもまた SST あるの人は多いな。お、バイバイ、バイバイ。お、市川見えた。そうだね。はい、というわけで第一チェックポイント、道の駅市川ですね。 OK OK OK、 どんどん行きましょうか。もう全員 SSTR に見える。見える、マジで全員 SSTR に見える。一応次への行くところはもう高坂までですか。高坂までの次の予定。 OK、 じゃあ高坂次の休憩ポイント。はい、あれ、あれ見たこと、あのなんか青いレバーの MT、 なんか見たことある気がするんですけど、あの MT、 なんか見たことある MT がありますけど、あれ、なんかあれ、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 どうも初めまして。 YouTube 一覧行きます。あ、どうもありがとうございます。今日はどちらに行かれるんですか。あ、ちょっと今日は石川県の方までちょっと行こうと思ってるんですけど。あ、じゃあ私も行っていいですか。あ、そうですか。あ、じゃあ行きますか。あ、行っちゃいましょうか。行きましょうか。よし、一人増えました。はい、と茶番です。ありがとうございました。はい、茶番ありがとうございました。はい、というわけでようやく全員揃いましたね。はい、はい、クソみたいな茶番もやりましたけどね。ああ、下ニター。え、下ネタ？え？久しぶりの下道。下ネタでおります。はい、こんにちは、こんにちは。1.5 か。OK です。OK 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 です。赤べこ、べこべこ。お腹はべこべこ。ちょっとジョイマン握り潰されたな。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっと休憩しますか。結構走ったし。じゃあ、下仁田。がどうしても下ネタって言いそうになる。やっぱ俺の脳みそが終わっとんやな。はい、ありがとうございました。じゃあちょっとシャラスターをバリバリ、え、ありがとう。ああ、入れました。これで走りが良くなってくれるといいんですけどね。バイク女子がいっぱい来たぞ。バイク女子は俺の苦手なバイク女子がいっぱい来た。まあバイク女子が苦手ですが、バイク女子の囲みが苦手なんですけど、私はまだ入れてくれないらしいです。やめてや、ちょっと置いていかんといて、寂しいやろ。俺が店員さんの言うことを聞かずに、案内を待たずに突っ込んでしまったのが良くなかった。怒りを買ってしまったの。お前はそこで待ってろ。先で大丈夫ですか。あ、大丈夫です。いや、まあレディーファーストってことで、なのでしばらくないんでゆっくりしててください。一番最初の方に来た組なのに一番最後になるっていう。先にいいですかって言われた時、もういダメですって言いにくいし。まあ別に急いでないしね、そこまで。まあね、俺の今日の T シャツ見てよ。
ハウスハウスクセヤバティ、ちょうどいただきました、すみません、お待たせしました、気をつけて、ありがとうございます、よし、もう行ってこ、やめて、やめて、もうちょい、もうちょいなんで、はい、OK です、前の時の上げ方早くなかった、もう完全に待ち構えとった、来るぞ来るぞ、バッバッツ、おはようございます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 、俺手振るとき、おはようございますとか言えるけど、完全に何を言ってるか自分でも分かってないから、おーすごいすごいすごい、あ、やば、キンキン、寒い寒い寒い、いや寒い、うお寒い、うわバカみたいに寒い、うわなんでこんな寒いんここ、うわすげえ、景色がすげえ、景色がいいぞ、寒いけど、あーやべえ、俺完全に舐めてた、ウィンドブレーカーとか持ってきてねえんすよ、あー雄大な雄大なネイチャー、あーグリップヒーター最高、風がー、うわいい、そう景色はいい、あー寒い、あーマジ寒い寒い、夜けどマジで飯で来た俺らがアホなんですよね、そうなんですよ、そんなん見たらもう飯でええやろって思いますよね、騙されましたね、次の道の駅はだいたいここからどれくらい、あと600m、 ああじゃあもうすぐそこか、あーいらっしゃい、道の駅信濃到着、 OK、 さすがに飯食ったらジェットブル、俺もう1本ぐらい飲んどっかな、寝れなくなっちゃうよ、もう疲れとるし酒も入っとるし 500% 寝ます、うわなんか生い茂ってきたな、木の背が高いのかなんか種類がこれなのかわかんないですけど、なんか空気感というか雰囲気はまた変わりましたね、ああマイナス、あちょっと待ってちょっと待って、今ね俺左側にめちゃくちゃ有名な心霊スポットを見てしまった、違う、俺の記憶が正しければちょっと名前忘れてしまったんやけど、中になんか落書きがあって、その落書きがめちゃくちゃ怖いっていう、まあ後で動画で補足足しとくわ、いえいるでしょいるでしょ、いるって、まあ入れとくけどな、おーゲート新潟ゲート、こんにちは新潟、おバイクこんにちは、早いクソ早い、やゆする間もね、あ温泉いいっすね、温泉入りて、ゆっくり風呂入りて、わかる、ついてるついてる、あサウナついてるけど今日はさっさと酒飲まんという案件入れないっすよ、ダメですよ、酒飲む時間が減りますから、もうちょいでね道の駅荒いに到着します。はい、ここは指定道の駅なんで3ポイント入ります。この3ポイントで何点やっけ？13かな？ 13。 13か14か。13点や。まあ13点やってことで、そしたらあと2ポイントだけ最低でも稼いとけば、今ゴールした時問題なしと。ああ、眠いの？眠いの？眠いか。静かだから。そうです。回ってなかった。あ、何やったら目覚めるかな。アホな、アホなことを言うしかないで。それかこの信号を停止しとる間に、ちょっと一回バイク降りて、軽く踊ってや。あんまりやつ、うまうましよるやつがおる。うまうましよるやつがおる。うまうま。うん。クソ懐かしい。おいーす、おいーす。全体的に道路が茶色くなって雪のせいです、あー除雪剤とかですか、あーおそこ遅くなりますよ、はい、あ、ここがパーキングなのか、あーなるほどね、パーキングに直入ってみたいな、え、これポイント1ポイント入れれるんじゃね、あーパーキングエリアって行けるね、送信完了、 OK、 はい、暑いと待ってたらね、
あ、走ると涼しい、気持ちいい。あ、寒いよ寒いよ。まあ、一回体温まったけん、その分いけます。これもうダメだ。ダメ、はい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 。確かに上から下まで全部フルメッシュですからね。風通し良すぎ。お、海？海だ。海じゃー、海じゃー。風やべえけど、これすごいな。すげー綺麗。俺前とったけど大雨なってんすからね。マジ最悪でしたよ。長野で半分やっといてよかったっすね。まあ、ハムハムは1日で帰るんですけど。頑張って。これめっちゃ絵になるな。うわ、飛行機雲とか久しぶりに見た気がする。意識して空を見なくなった気がするんですよね最近。だから見てないんかもしれない。ちょっとエモいこと言いました。あ、めちゃくちゃ聞いてなかったなこれ。お、なんか見えてきたんじゃないですか街が。まあ、遠くになんかっぽいのが見えますね。おお。あれが有名な川ですか。何川？何川？あ、何、石川って言いたか、言えばよかったのか。ちょっとギャグの精度上げていただいていいですか。あー、この感じの道路前通ったぞ、帰ってね、ここに来た時。うわー、10ヶ月ぶり、久しぶり。もうそこの部分、あの、全カットしましたからね。そんなあいつも、ちょっと前に結婚しましたって写真送ってきたわ。しました。聞くな。あなたは？あなたは？あなたは？やめるんだ。やめるんだ。俺はもう死んでいる。やめろ、下蹴りは。あ、そうですね。後ろ半分の人は全員死んでますね。今まで。あ、ボコ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 になってるんで。まあ、だいたい話振ったら俺のせいです。お。最高ですね。あ、海だー。海だー。シュー。風が。この辺からやばい。前回はこの辺からやばかった。いやでも海あるけんな。これはあの穏やかな瀬戸内海しか知らないから。そうなんですよ。瀬戸内の民はこんな荒れてる海知らないんですよ。風吹いてるけど、あの追い風やから結構いい感じかも。うーす、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 うーす。この距離でやるの。向こうもこっち見てるんや、やっぱり。ほんと前風強すぎ。うわ、海岸バイクで走るやつおる。あ、ほんとだほんとだ、強すぎ。すげえすげえすげえ。そこの地帯走っていいかどうか知らんけど。あ、バッタッチ。めっちゃオフロード撮影しておる人おる。撮影化しちゃうけど。すごいな、絵になる絵になる絵になる。バイク持ってる。お、めちゃくちゃおる。やばいやばいやばい。いやどこ止めんのこれ。ごっつおるやん。どこ止めるん。ウィーウィーウィー。はい、ワンちゃんドッグランかわいい。じゃああと到着まであと約15キロです。はい、13キロです。13キロや。ボケるボケるボケる。ちょっと待って、もうね12キロ。ちょっと待ってや。そうなのよ、もう12キロなのよ。マジかよ。ちょっと待って、もう一回チャンスもらっていいですか。いや、あ、何が不満だったんですか。俺の演技力ですか。いや、俺が勝ちすぎた。そういうことか。いいよ、いいよ。だいたいあれができただけで十分です。あの映像を使って、あの草って入れといて。草って、あ、いいよ。草って入れとくよ。確かこの今浜ってとこに入ればいいんじゃない。今浜だっけ。千里浜じゃない。千里浜じゃない。これ千里浜って呼ぶね。千里浜、千里浜なんですよ。千里浜じゃないのこれ。千里浜だよ。どう見てもチリハラマ、チリチリチハラマ、チリハラマって言ってた。チリハマじゃろ。そこは臨機応変じゃ。あ、そうそう、今浜出口から出たら渚ドライウェイの入り口に入る確か。じゃあそこから行くか。そうですね。あ、懐かしみ。それなら電気ある人前行く。ああ、じゃあどうしよう、俺前行こうか。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。こうやってウェルカムとか、ちゃんと旗立ってるんですよ。あ、だって結構盛り上げてる。こんだけ人くれる、来てくれるんだったら。そうそう、もう地域上げてやってるんで。そう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 。で、もうそこ入り口。どうもどうも。はい、こんにちは。どうもです。
あ、入り口変わってる。あーでーす。あ、ここ水浸しに潮が満ちとるけん入り口変わっとる。うん、あれでーす。こんだけ来てくれたら。あー、ここまで潮満ちてんねやな。ゴール処理どっかでやりたいですね、とりあえず。この間ある。ここならいけるんじゃね。ゴール登録したらなんか出た。あ、俺もゴール登録してないんじゃないかな。ゴールが372な。 OK。 本当は下降りれたんだけど。そう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 。砂浜走れんかったのちょっと残念やな。気持ちいい。最後。あ、でもみんなこっち行くな。こっちか。そしたら渋滞よ。若さん、若さん、はい、手振ってうい。おい、何中指たで飛んじゃう。おい、ふんふん。もう5時か。やっぱすげえ量だ。まんまん満足。一本満足。一回目するしてんじゃねえよ。え、全く気づかなかった。こっから行けるんか。やったぜ。おい、やべやべ。もうこれっすよ。渋滞してます。どっかで取りてえ気もするけど、ここらじゃ取れねえのよな。多分人多すぎて無理。俺はね、もうめっちゃ倒れるんですよ。どうしよう、俺先行きましょうか。そしたら、あ、スタンド芋です。じゃあちょっと出ます。じゃあちょっといい感じについてきていただきたく、はい、みんなやってんな、自撮りとかなんか。これはちょっと待ってよね、するよね。てかマジでね、その向こうが閉鎖されたおかげで密度がすげえ。そういうことか。てかここ大雨の中通ったの。そうですよ。無謀じゃね。浜辺の方のぐちゃぐちゃなやつってことでしょ。そうそう、あっちのやつ無理だよ。今回難易度もう超楽。割と走りやすいと思うけど、これうん、めちゃくちゃ走りよいよ今日は。あーす。めっちゃ虫バッシャーしてる人ったな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、ご、あ、なんかそれになっちゃってるね。このまま行くとなんかそれになっちゃうか。関係ないのに、ほい、関係ない人おる。浜があれなんじゃないかな、ああ、まあ。できなかったんじゃないかな。多分もう今回はなんか仕方ない感じかな。なんかいろいろ混ざっとっても。一般の車の人らはもう。完全に封鎖ができなかったのかな。ああ、滑るね。うん。ドイツのラインついた砂が滑る。ああ、そう、やばい。盛り上げが。あ、ゴールあそこじゃね。あ、ゴールあそこか。帰り、はい、ただいま。はい、いや、これは楽しいな。ただいま。はい、はい、はい、です。左にある。じゃ、怖い。普通にチリ浜のそのレストハウス使いたい人は、まあレストハウス行ってねって感じですけど、どうします。じゃあもう金沢行きますか。うん、じゃあもうこっちで。はい、じゃあというわけで無事こぼれしました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あ、いろいろ今回はちょっとイージーだったりちょっと難解な部分があったんですけど、あ、無事ゴールできてよかったですね。はい、あ、こんにちは。まあ、ハムも SSTR の楽しさが分かったということで、また次回参加しましょうね。行こう。はい、じゃあ今からね、私たちは宿に戻って、まあ、真の優勝をね、もうチリ浜は勝ち負けを決めるわけじゃないんですけど、この後は私たちは真の優勝を決めるわけですよ。決めましょう。決めに行きたいと思います。まあ、すいません伸びたいだけです。というわけで宿の方までビャーつって、はい、編集の力でボンってワープし戻る。せーの。え、
バラバラ。俺がここパンチしたんで、多分ここ次パンチしたら帰ってくる。金沢の市街の方までやってまいりましたということで、駐車場があとはあるか。ありますように。ありますように。駐車場があります。そのパターンはないんですよね。ありますの方はないんですよね。はい、本日のワイドですね。どうみ、ちなみに選んだ理由は、ホテル飲み放題で調べて出てきたからです。はい、あそこ止めても大丈夫なんですか。あ、4入らない。俺らはちょっともう一個の駐輪場を探しに行きますわ。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。やべっす。いや、お酒3杯飲んで。まだまだ行けます。まだまだ行けます。明日死ななければいいんで。明日お酒残ってても置いてきますからね。許してくれ。もう許してくれんけど。もう許してくれ。乾杯。乾杯。ちょっと僕入った。このムービーで撮って個性が出る。マクさん、普通金沢感ない。行きましょうか。そうな、はい。どうしたのあなたら。暑さでいろいろ変になってる。はい、おはようございます。はい、今日の SSTR お疲れ様でした。はい、朝起きたら体バキバキで、だけど、あ、まあ今日も頑張っていきましょう。お茶丸々一本飲んだのにまだ喉乾いてる。お茶じゃ喉乾くぜ。辛いよ。暑いじゃダメだよ。これじゃ、これが乾きに飢えている。ノーツッコミやめてください。当直さん、あのウインカーが曲がってる。右側のなんかへにょってなってる。この前買ってあげた方がいいかな。ちょっと触ってみましょうか。あ、なんか怖い、もげそう。なんかどっか止まった時、うん、金沢バイバイ。バイバイ。俺はポイントの旅に出る。ポイントに。は。あ、じゃあ無事高速の乗りましたんで。はい。本日どこ行くんでしたっけ。白川。白川 GO。GO。ああ、そういうこと。そう。なんかね。外れてますね。うん。あ、後ろなんだ。前じゃなくて。うん。どこなんだろう。ちょっと情けない感じになってる。パワー。あ、なったなった。うわー、綺麗だな。これ越えとか。そうね、これをね、これを越えていかないといけないから。あー、なんもねー。なんもないぞー。山しかねー。やばいやばい。飛んでる。あ、来た。合計9キロは長いですね。昨日は毎日舐めてましたね。寒い。どんどん寒くなっていく。うわ、やべえやべえ。あ、ここ寒い、ここ寒い。おお、普通に寒い。そう、ここ全然寒いけど、それありえそうですよね。大丈夫だった。あ、大丈夫だった。あったまた温まるまでちょっと時間かかりそうですね。相当冷えました、さっきは。あ、ダメだ。あ、寒い。ごめん。何に謝ってんすか。名前平本って言ってもごめん。あったけー。あー、そして寒い。寒いね。うわー、すげえ、田舎を越えとるけど。臭い。あ、臭っ。なんであそこだけ急に臭いんですか。
トンネルもくせえな。なんかいるんすかね、特急物が。見える？なんか。予告よ、この予告よ。おお、来た来た来た、白川郷。あっつぁ。気温に対する感情の起伏が激しい。おい、旅行あるなって思ったけど、道の駅だったな、普通に。はい、こんにちは、おはようございます。どぶろく祭り。OK です。あ、涼しい。この後寒いになるけど、やめて。汗かいたからやめえな。確かに白川郷良かったですね。ね、すごいめちゃくちゃ見どころあったわ。そう、まあ見てないですけどね。うん。チラッと見えたけど ね、まさかの道の駅寄るだけっていうね。せっかく来たのに一切見ねえっていう。今日はしゃあないですね。うん。バイ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 白川郷バイバイ。ああ、ここから部活。ああ冷える。一本終わり。10キロ、これ10キロ。あ、アホ、アホやろ。寒い。残り10キロで帰ってる。確かに1万900ぐらいやったんで、実質11キロっすね。バカっつって、しぐるいが出てくる。ああ、トンネル終わった。寒い。寒い。確かに寒いっす。ああ、冷える冷える。ああ。ああ、ぬくい。ああ、寒い。ああ、ぬく。ああ、もうそこでもないですね。全然ダメだった。ああ、寒い。おい。寒いやー。寒い。おお。ワゴジやったらワンチャン寒くない。寒いわ。事故終わったもしかして。めちゃくちゃ苦しんでたじゃないですか、あんた。一番苦しんでましたよ。え、まだあった。この長さなら寒くないでしょ。ちょっと寒いな。1.7。絶対寒いわこれ。あー寒い。やったぜ、あったか。あー、ようやくじゃ。お、マジで。ここ日本一なんや。うわー、指示器なしプリウスや。指示器なし爆速プリウス。またプリウス早いのが来たな。プリウスとプリウスの激アツ行動バトル。負けるなプリウス。次回プリウスシス。いや、行く末がマジで気になるな。もう山すげ。プリウスどうでもよくなったわ。プリウスさん、君のことは忘れないよ。忘れました。はいだー。はい、じゃあいい。どっこいしょー、どっこいしょー。ソーランソーン。いやー、ソーラン節のスレを思い出した、マジ。はい。わだー。そうね、名古屋橋に気ぃつけてね。ああ、名古屋じゃないから。ああ、名古屋は行ってないか。名古屋は行ってないか。お疲れ、バイバイ。またね。はい、というわけでハムが消えました。寂しいよ。多分動画編集しよる俺、こいつら気持ち悪いとか思いながら見てる。あいつは仕事が休み取れなかったのでダメでしたと。あ、でもそれを置いといて、私たちはもう一泊します。で、目的地、はい、どこでしょう。はい、若さん。ああ、マジっすか。あ、そうです。というわけでマルスって言ったらあれだな。長野の駒ヶ根っていう場所ですね。あの、酒飲みじゃない、酒飲みっていうかウイスキー飲みじゃないと全然知らんと思いますね。あとは登山する人。そうなんですよ、あ、この駒ヶ根はなんか登山スポットなんで有名みたいです。やっぱ
で我々は、ウイスキー蒸留所に酒を飲みに行きます、最高最高。昨日も大概飲んだので酒を飲み、おっしゃ着きましたね。駒ヶ根で着きました。はい、あ、早太郎温泉ゆるキャンで見た。あ、シマリンが来た時のやつですね。これいや、こっちはある、こっちはある。今車が曲がった。あ、行き過ぎた。あれ、あれだった、今のだった。じゃちょっとこの先で U ターンしましょうか。 U ターン、ちょっと待って、これをね、あった、おい、お、あ、これですね。駐車場止めていいかな。石山、そう、いいじゃないですか。坂だから50ミリってどこで行くか。はい、おっしゃ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、酒飲みたすぎて走るっていう。あ、水きれい。すごいよなこれ。あ、めっちゃきれいなんですよ。しんど。最高でした。ここ曲がね、来る人はマジでここの店行った方がいいですね。コスパ良すぎ、コスパ良すぎ、コスパ良すぎて、うわ変な人がおる。